パーじゃあいきますね。じゃあもう一回。まあいいけど、ね、最初ね、打つ前に、ね、もう手がね、こうなってる。なので、パパ打ちますっていう、もう合図をくれてるので、できればちょっと絞って、うん、これは出さない。うん、出さずに、そこから、こういう感じ、起き上がりで打つ。そう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 。そう。だから、なんだろう、この途中までこうやってやっておけばさ、目見て、ボディも打てるし。うん、なんで、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。お前、うまいな。ただ、前にちょっと来すぎてるかな。体がこういってるもんね。こういう感じです。そうそうそう。ちょっと待ってね。僕のストレートをちょっと避ける感じ。ヘッドスリップ。そうそう。で、ちょっと溜まったじゃないですか。体重が。それをちょっと前に突き上げる。そう。この回転でこう突き上げる感じ。おー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 。いいよ。さっきのうまかった。ぎゅーっと。そう。で、これを上に上げすぎるとさ、自分の体も流れるもんで、パッてこう、こうちょっと傾きじゃないけど。ポンってやって、もう一回腕に返すかな。左よくうまいやん。やってみなさい。シュー、ポン。そうそう。これをね、返すと。はい。この、拳の向きを、こうなってです。最初からこうなってです。なんで、ああ、もうアッパーをついてるんで。なんで、こうしとけば、アッパーを途中でこの回転でこう拳を変えるみたいな。回転を、ね、難しくると。こうしといて、そう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 。腰の回転で拳のこの、縦向いてるじゃないですか。それをこう、回していくときに やっていくみたいな。そう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 。今ね、今の。途中までは、そうじゃそう、うまい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 。途中までこう、縦剣みたいな。何なんですか、言ってください。意見をください。でももうちょっとやってから。言語化を。はい。ああ、でもいいよ。こう返すのが早いと、多分威力も落ちる。何ですか、言ってください。自分なりの使い方を言えば。まだ早いな。もう最初から戻ってるんで。はい。いいですよ。離れすぎると鏡に映るっすよ。いいですよ。こう言って、まだ早い、まだ早い。もうめっちゃもう分かりやすいもん。もう打ったろってこうなってるんで、ちゃんと立てたね。立てて、途中で帰る感じ、途中で。こう言って、うん、そうそう。いいですよ、そうそう。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。もう最初からこうや。いいですよ。こうしといて、ぐーってやって、そう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 、そう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 。途中まで、途中まで引っ張る。これを落としていく。で、ぐーってやって、さあ、おーん、うまい、うまい。打って、次フックまで打てたらいいって感じ。おーん、そうなんです、そうなんです、うまい。そうなんです、そうなんです。今、上手だった。こうして、まだね、でも絶対ね、打ったろっていうのがこう、もうめっちゃ出てるもんね。こう、とりあえず、最初はこう。最初はこう。最初こうしといて、かけて、そうなんです、そうなんです。うまい。やっといて、パーン。そう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 、うまい、うまい、うまい。さっきの言うやん。うん、そうやね。だから、それうまいから、じゃあ、アッパーボディ吹きましょうか。ボディうまいやん。なんで、アッパーボディ吹く。おー、いいね。うまい、うまい。いい、今の上手。はい、いいですよ。避けて、アッパーボディ吹く。おー、ね、僕が間違えたね。今もやっぱね、途中で僕が間違えたのが。はい、先生。でも、力出てくれたね。ジャブ、ゆっくりゆっくり、確かめて。ジャブ、かわす、あ、ごめんなさい、ボディアップだね。すいません、僕、だいぶドランクや。ジャブ、アッパー、ボディ、フッ、行きますか。行きましょう。ジャブ、アッパー、ボディ、フッ。先生、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 先生。はい、大丈夫ですか。はい、ジャブ、アッパー、ボディ、フッ。ああ、ボディうまいね。なんか削られるわ。いい感じ、いい感じ。ジャブ、アッパー、ボディ、フッ。おお、いい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 わ、いいわ。右手痛くなかったですか、大丈夫。痛くない。じゃあジャブ外してアッパーでボディフック右ボディそうで左フックみたいな感じ、うん、長いけどできそうじゃあいくぞジャブアッパーボディフック右ボディフックあうまいよ それをまた見極めなくせば多分いい感じでやれると思ういいですよジャブアッパーあいいよいいよいいようまいうまい今の上手だったジャブポキンフッポキンフッうんでもだん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 あとはリラックスリラックスちょっとこういう感じで、うん、入れて動きも入れてちょっとねそうそういいですよはいジャブパポキンポキンフッそうそうそうあとはそう力んじゃうね最後に右の時にガンってなってるからもっと力で力でいいっすよはいジャブパンナイスそうそういう感じでそうそうそう力で力でリラックスパポキンうん、はい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 、
いい感じ。さあ、ボディ、ボディ、フッ、うん、いい感じ、いい感じ。そんな感じ。はい、いきますよ。あと20秒ぐらいかな。いい、ジャブ、パッ、ボディ、ああ、今、ちょっとミスった。いいっすよ。はい、ジャブ、パッ、ボディ、フック、つかみだ。はい、そう。体重がなんか。ああ、戻せるのか。そうですね、ゆっくりですよ。じゃあ、体重移動を練習しましょうか。ジャブ、ここでシュッて、そう、その体勢、その体勢。で、アッパー、途中で止める感じ。で、まだ途中で、ボディ。で、そこからまたギュッて戻して。あ、ごめんなさい、ボディ。ボディで。で、ここで食べる感じ。右の、左のお尻か。そこに食べといて、そこから、返す感じ。なんで、そう、あーあーうん、あーうん、うん、そんな感じ。いっそ。あれ違ったね。ね、うん、僕らも違うなと思って、流れ的に多分突っ込んだらいかん空気やったんで。はい、先生。はい。ボディ、フック、ボディ。僕もなんか違うなと思って、言ったらあかんなと思って。アッパー、ボディ、フック、フック、フック。そうそうそう。ジャンプ、で、アッパー、ボディ、フック、ボディ、フックって感じだね。うん。でもいいね。でさっき右アッパーもちょっと分かりにくいって言ったから、じゃあ、ちょっとごめんなさい。少しだけ蹴ると。で、ジャンプ、アッパー、うん、左アッパー、左ボディ、で、左フック、で、右アッパー、左フックやとったらいいです。近いとね、蹴る。ジャブ、アッパー、ボディ、フック、アッパーっていうのが打ちやすくなる。距離が多分近いもん。右の腕の方で踏み込まないもん。足が多分残ったんですよ。足を持ってくれば、そう、うん、重いんだと思う。そう、そうなんですよ。なので、右は、言おうか言わないかと思ったけど、まあ、とりあえず、まあまあ、まだいいかな。ジャブ、アッパー、ボディ、フック、右アッパー、左フックやし、さっきの足のやつもやりましょうか。ジャブ、アッパー、ボディ、フック、右のボディの時に足で、フックってやるだけじゃないですか。戻しながら打てば。うん、そうすると、近い距離の場合の話で、あの自分の距離がこう詰まっちゃって、で、もう一回戻す時。うん、そんな感じ。で、まあ、あんまりその足のこと考えずに、ただやるだけで足踏みたいな感じ。ちょっとだけ半歩前ですよ。右ボディを打つときに、いきなりあんまり出さずに、そのちょっとだけでそこのまま、そう。あ、後ろに引いた方がやりやすいからね。うん。あ、まあ、どっちでもいいですよ。で、右アッパーしてください。右アッパーじゃあ。もう一回いいですよ。もう一回右アッパー。あ、でも右の方が返し遅いな。うん、いいと思う。はい。こっちの方がうまい。左の方がもう打ったろうっていうので、この手の返しが早いんですよ。右の方がまだ閉じてるっていうか、打つまでがギリギリ立ってるみたいな。はい、やってください。もうほぼほぼね、ストレートとあんま変わらんすよ。この打ち方と、ただこれだけ。そうです、ストレートやってください。で、ストレートです。ああ、今ちょっと分かりますからね。ストレート、そうだ、ストレートですね。ストレート、うん、もう、ね、さっきでもかった。ストレート打つ、それぐらい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 。はい。ストレート、で、ストレート、もうほとんど途中までストレートと一緒です。ほぼほぼ。これの打ち方、こう、この回すときに、ただこの手を変えなきゃ。これが、こうじゃないですか。で、これを、こういう感じです。いいですよ。あーん。そう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 、そんだけ、そんだけ。そうすると、ストレートなのか、あのアッパーなのか分かりにくいです。なんでいいですよ。ドーン。そうです。で、あとは今はちょっとロングアッパーすぎたんで、ちょっとだけ下げる感じ。あーん。そう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 。よし、ドーン。ナイス、そういうことです。この腕の脇にこの下を通すイメージ。バー、上、下、イメージこんな感じ。バーン、バーンってやるの分かりますか？バーン、うまい、ストレートもうまいし。バーン、そうそうそう。こっちの方がね、うまいかも。右のアッパーの方が拳の返し方が遅いもんでさ。左のアッパーで言うともろやもん。なんかもう、このアッパー打ちまーすみたいな感じなんで、しっかりこうやってガード上げて、椅子をこうやってやっといて、これうまいね。だってボディとか、うん、普通にじゃあボディ入れてください、ボディ。いいっすよ。おー、いいね。あー、ただね、上から下やってる。だから下から突き上げる。あおー、いけー。今までいけーな。こう、ガーン、突き上げて、ダブル打てます、ボディ。ダブルってね。左のダブル。左、バン、バン。左ボディ2回。はい。1、あー、いいね。ただ横やな。ちょっと待って、横やな。下から上に突き上げる感じ。1、2、あ、来た。痛い。痛かった。今のところ。で、あと、近いところのコンビネーションも教えていきます。はい、こっち来てもらって、右ボディ、左ボディ、右ボディ、左フック。
下下下上、はい、右左右左で打ちやすくなります。力入れやすいの、いいですよ。右から始まってパンパンパンで入れやすい、いいですよ。顔怖いですかね。みたいに言わずにポーンって入れると僕やばいですよ。パンパンパンって、はい、そう1,2,3、はい、そうそうそう、もっと離れてもいいかも、それぐらい、それぐらい、そこからズダダダパンパンパン、目線を決める、いいですか。せーの、1,2,3,4。おお、これはでも痛いな、結構。あ、痛いっすよ、全然。もっと近づくんですよ、体力が高い。セッティングでこれぐらいで、パンパンパン。あ、普通にやるんですよ。そう、1,2,3,4。おお、かかりそうでも、下下がりそう、手が。あの、そんだけ殴られると。おお、怖いな、これ。あ、いいっすよ、いいっすよ。普通に危なそう。あ、いいっすよ。1,2,3,4。あ、これだと全部、両方痛いっす。いや、結構体重乗っかってるので痛いと思います。ただ力はそんなにいらないんで、最後の左フックで決めたいんで、スピード、スピード、スピード。おお、今の感じなので、ちょっと上気味、この左フックは。そうっす。なんで、バババババッターって感じ。ああ、いいね。そうすると、こうバババババってやると見えにくいんです。こうだとでこうやさ、ここに通過してもらう。で、タンタンタン、タン。上に持っていく。おお、いいですよ、いいですよ。ほんで、あとボディうまいんで、右ストレートボディいってますか。いや、いいですよ、思うように。痛かったら痛いです。いいですか。痛いな。今挑戦。ちょっともう一回やってください。ああ、惜しい。ただ前に来すぎた、さっきの。体が前に来とって、引いた方がいいかな。響くんで。ナイス。おー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 。パーンって感じです。おお、いい、今の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 。今のなんか、ブギャーっていかんすよ。いい時って、なんか腹が入ってくみたいな。はい、あと20秒。もういいですよ。ナイス。おー、いいね。そう、もう一回。で、前足でね、出ちゃうよね。テレホンパンチっていうか、この、出しますってなるんで、もう届くじゃないですか、手伸ばしてさ。これもお腹届いてるんですよね。ってことは、この左足出したら縮まっちゃうんで、もうその距離でいいから投げてください。ナイス。おー、そう。こっちが動くと分かっちゃう。なんで、動かしたとしても右足。バン。はい、いいね。もう一回いいですよ。ナイス。おお、距離感でめっちゃ水落ちてある。あ、いいですいいですいいです。うまい。ナイス。おお、痛い。普通に上手。あとはもうフォームちゃんと打ち終わった後、バン。でもっとスピード。いいですよ、大きいで。バン。もっとスピード。はい。前でもやってるね。はいですよ。はい。届く。うん。あ、いいよいいよ。うまい。おお。あ、ごめんなさい。うまいよって言うと瞬間に僕が言うらしい。いいです。はい。もう一回。3秒前。ラスト3つ。1。もういいね。2。ラスト。